区画整理や県道4車線化が進む益城町。木山交差点からすぐの場所に佇むのは、去年12月にオープンした施設、コネットです。こんにちは。仮設住宅にあったみんなの家を移設して作られたコネット。さまざまな職業の人が共同利用する益城町初のコワーキングスペースとして、テレワークや中高生などの実習に使うことができます。実はキッチンが他のコワーキングスペースと違ってあって、一般の方とかでしたら急に料理しだしても大丈夫な状態にしています。そうなんですね、はい、あ、じゃあもう結構自由に使って。あ、はい、そうですね。大丈夫なんですね。全然自由に使ってもらって大丈夫です。無料で使えるドリンクバーやコピー機なども完備。会議に使ったり個室でくつろいだりと、使い方は人それぞれです。結構明るくてすごい素敵なスペースですけど、ここでスタッフとして働いていたのは、益城町出身で県内の大学に通う坂本光陽さん。メンバーの多くが学生です。すると、ありがとうございます。この日訪ねてきた男性、電池入ってますかね。電池変えてなかった。電池が入っとらんとかな。それでしょ。パソコンの使い方を教えてほしいと言います。動こうか。来たのか。もうまさに来たのか。40年くらいしてます。できますか。来たのか。なんだろうか。ちょっと待ってください。急なお願いにも丁寧に対応する坂本さん。ありがとうございます。ありがとうございます。助かった。また何かあったら、そこら辺うろちょろ俺自分調べてんですね。聞いてもらってお役に立てたようです。次にやってきたのは、こんにちは近所に住む親子連れ。和室とかあるんだ、すごい。そうです、他のコワーキングとちょっと違うところですね。すいません、ありがとうございます。どうも。だったら、はい、また来てください。普通に仕事のあれでも作れるってことですかね。オープンから4ヶ月、ありがとうございました。徐々に地域の人にも知られるようになってきました。勉強快適にできそうでした。若い人たちがですね、頑張っているのを見ると、こちらも負けないようにと思って頑張ろうっていう気になります。交流をつなぐ学生たち。この仕事を始めたのにはある思いがありました。益城町は高校がないので、地域の中でも、その中学校と高校はあんまりその人を、出会わないっていうよりかはこう集う場所がない。地震の後に仮設団地の集会所で始まった夜間の学習支援。 NPO 法人が主催し、大学生が先生役を務めていました。そこで勉強を教わっていたのが、当時中学生だった坂本さんたちです。一緒にいるうちに、あ、俺もこっち側になってみたいなっていうのが強く思わされたっていうのが、そこの場所で、僕のその、人生の軌道って言いますか、変わったところなのかなって思ってます。一緒に働く由美さんも学習会に参加していた一人です。中学生の時に実際私も利用者として学習会を利用してて、何か地域に恩返しできないかなと思って始めました。今度は自分が支える側に。地域の中で自分の役割を見出そうとしています。なんか高校生とかの時に自転車で通ったりとか、今は大学生になってバイクで通学してるんですけど、今まで通ってた道と違う風景になってて、
あ、なんか今までとなんか違うなみたいな、あの時の増し木じゃないけど、でもなんか、なんだろう、成長というか、その復興してる姿がなんかいいなって思います。熊本地震から6年を迎えた増し木町、その未来は若者たちの手に託されています。増し木町自体がその、まあ、学生、小学生から大学生までそういう人たちが集まる場所っていうのが、まあ、こうたくさん増えていって、まあ、その若い世代からの地域復興とか地域活性化とかできたらなんかすごいいいな、でそれの第一歩がここであると嬉しいなというふうに思っています。